終了いたしました。そしてこの後はいよいよアクアボードのフラッピングショーです。しました。やっぱりこの浅草といえば、そう、遊郭編でおなじみの鬼滅の刃編でございます。登場しました。まずはライダーの増井優子チャモプロ、そして下の10ターンは、駒匠駒ちゃんです。さあここからフラッピングショースタートです。鬼滅の刃といえばやっぱりね、この曲から残響参加になりまして、さあドラッグ決まってくる。増井優子キラーン決めポーズいざく本当こういうのって効果音入れるんでしょうけどね、今日はちょっと持ってきてないんで、私声でザクザクと言いましたけど、さあ皆さん、綺麗な虹が、綺麗な虹が、これ皆さんお写真に収められるかな。決まっております。増井優子が皆さんの心にザクザクっと、いや、あなたの心を痛めます。さあ仕留めます。さあ打ち抜くぞ、増井優子参上キラーン。そしてまた刀を収めて、もう一度、さあそこからフラッピングショースタートです。まさにこの残響参加、さあそして遊郭編ではね、兄弟物語、あれがまたね泣けてきましたよね。いや、花魁の町でもあります。そしてこの江戸、そしてまさにザ・ジャパン、この浅草でまさにこの鬼滅の刃残響参加になりまして、さあ増井優子登場です。まだまだこの鬼滅の刃編での、さあこの増井優子チャモがですね、皆さんをお楽しみいただきますよ。この高さ15メートル以上、ビルでいうと3階から